第2回広島アワードの発表に参ります。最初は音楽部門の受賞者です。宮崎県東郷町在住の鳴沢けあきさんは、里山保全の観点から厄介者の竹で楽器を作って子どもたちと演奏会をしたり、地元の産品を開発し絆作りや産業の振興に努めています。その活動は世界にも通用するオリジナリティのある音楽を起点に、何気ない日常を送れる社会の実現を目指しており、それが平和な社会の実現につながる可能性を高く評価し、賞を贈ります。鳴沢けあきさん、ステージ中央へどうぞ。それでは音楽部門の審査員、音楽ジャーナリストで実業の日本社代表取締役社長の岩野雄一さんから賞状、音楽プロデューサーの松尾清さんからトロフィーの授与です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは続いてフォトセッションへと参ります。それでは鳴沢さん、真ん中に入っていただいて、はい、中央に並んでいただいて、皆さんぜひこの機会に写真を撮りください。それでは、ステージ向かって左側から行きましょうかね。はい、表紙をしっかり見せていただいて、ではお三方左側を向いていただいて、左側の皆さんぜひお写真撮ってください。笑顔でお願いいたします。さあ、続いて真ん中参りましょう。はい、中央お願いいたします。はい、中央向きください。さあ、皆さんよろしいでしょうか。今回ね、トロフィーもずっしりと重みがあるということで、はい、それをしっかりと持っていただいて、では右側参りましょう。はい、お願いいたします。皆さん、しっかりと写真に収めください。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ではこれからお三方にお話を伺いたいと思います。はい、鳴沢さんからお三方、こちらにお越しください。では鳴沢さん、こちらに来ていただいて、はい、改めて鳴沢さんにお話を伺います。改めておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、広島アワード音楽部門の受賞ということになりました。改めて今のお気持ちはいかがでしょうか。非常に光栄で、とっても嬉しくて、興奮してます。はい、はい、鳴沢さんは現在は宮崎県で活動をされているということもありますが、東京ご出身で海外での、はい、海外での活動経験もあるということなんですが、どうして今この宮崎県を選んだんでしょうか。私は10年ぐらい日本を離れてまして、でそのうち7年間ぐらいベルギーのブリュッセルというところに住みながら、そこを拠点に音楽活動していたんですが、いつか日本に帰りたいなと思っていて、
で、東京生まれ東京育ちではあるんですが、幼少期に大分県の日田市っていうところで育った時期があってですね、でそこは山と川と田んぼと畑で、夕方にお寺の鐘の音とかですね、はい、そういったなんか原風景、心の原風景みたいなところに、もう一度住みたいなと思って、で日本に、帰ってきた時に九州をツアーして回った時に宮崎県にご縁ができまして、そこで宮崎県に今滞在しております。さあ、そして成沢さんは今進行中の企画もあるということなんですが、はい、まあ、いろんなあの企画が同時進行しているんですけど、一番はですね、まあ、宮崎県のみならず日本にはあの竹害って言われるような竹の問題があったりして、そういった地域課題を音楽を使って解決できないかなということで、竹を切って楽器を子どもたちと作って、でそれを演奏して発表会をするということを、今年宮崎県で始めたんですが、つい6月には群馬県にも呼んでいただいて、はい、それをこう日本全国でできたらいいなというふうに思ってます。はいはい、地域の課題を解決しつつ地域の子どもたちに音楽を触れる時間を作っているということですね。はい、ありがとうございます。さあ、それではこの後成沢さんに演奏していただきます。はい、ではご準備のほどよろしくお願いいたします。はいはい、さあ、ではご準備いただいているお時間にですね、はい、審査員のお二人にもお話を伺いたいと思います。まずは岩野さんから、はい、今回海外も含めさまざまなジャンルの音楽家を、審査されたということなんですけれども、はい、成沢さんの活動で印象的だったことはどんなことでしょうか。はい、まずまあ、審査はここにいる松尾さんと、はい、私と、あと今日は残念ながら来られなかったんですけれども、広島交響楽団の前音楽総監督の下野達也さん、この3人で選考させていただきました。はい、でとっても難しかったのはその、まあ、平和っていうキーワードがありますけれど、音楽家で平和を望んでいない人はいないと思うんですよね。誰もが平和を望んで音楽活動をしている、それはクラシックであってもポピュラーであってもロックであってもみんな共通していると思うんです。そういう中で、まあ、たくさんの候補者の方の中からどういうふうに選ぼうかという話し合いをしたときに、そうでしたね。そのやっぱり日常の幸せ、やっぱ平和の出発点というのはやっぱ日々幸せに暮らせることで、そこでその、まあ、地域というキーワードが我々の中で浮かんだわけです。はい、で、まあ、その成沢さんの活動の素晴らしいところは、ね、今お話ありましたけれど、ね、ご自分が生まれた場所とかこう何か縁があった場所じゃなくて、旅をしていて出会った土地に惚れ込んで、その地域に根ざして地域の課題を解決したり、子どもたちと一緒に活動したり、地域がもっと元気になるようにフリーマーケットを、ね、主催なさったり、はい、もうそれはね本当に素晴らしい、ちょっとありえない話ですよね。そうですね。松尾さんもやはりその地域というところにキーワードを置いて評価をされたんですか、今回。そうですね、まあ、欅さんお名前がそうだからってわけじゃないんですけども、ちょっとこう植物のように、はい、ある土地からある土地に行ってそこで馴染んで、根付いて、でそこのコミュニティの人たちに愛されていくっていうことを、まあ、自覚を携えてずっと音楽でやってらっしゃるんだなという、そういうふうに見ております。はい、あとやっぱり今上野さんもおっしゃいましたけどもね、平和を願っていないミュージシャンはいないというふうに僕も思うんですが、特に欅さんに関してお話しすると、そのともすれば地域の厄介者とも言われるような竹、竹害って言葉が出ましたけども、それを、まあ、プラスに、マイナスからプラスにこう転じさせる、しかもそう音楽の力を使ってっていう、そこがちょっと我々がね、まあ、ままならぬ日々を過ごす中で、はい、嫌なこと、ネガティブなこと、もしかしたら例えば今地球上で起こっている、戦い、戦争ってことを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、それを機会としてでも平和の方に転じる、その発想の転換のためのヒントを、うん、持ってらっしゃる方じゃないかなと思って、私ども満場一致で選ばせていただきました。はい、満場一致ということで、はい、そうですね。はい、では今野さん、松尾さん、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは準備が整ったようです。
鳴沢明明さんでつなぐ未来です。どうぞ。皆さん改めましてこんばんは、鳴沢明明と言います。はじめまして。私は、今回はですね、関東からずっと降りてきて、車で移動しながら、ここ最後広島の、アワードを受賞しに、やってまいりました。2ヶ月間の宮崎を離れて2ヶ月間だったんですが、本当に、いろいろな盛りだくさんの言い切れない、思い出とともにここに今立っております。もともとはブリュッセルというところで、この皆さんの目の前にあるちょっと珍しい楽器、これはオーストラリアのアボリジニという先住民の人たちが儀式の時に使うディジュリドゥという名前の楽器なんですけど、で、この楽器を使って、ドラムを一人で叩き、それから木琴を一緒に叩き、それからディジュリドゥを吹くっていうですね、ワンマンバンドっていうようなスタイルで、大道芸人のフェスティバル、ヨーロッパに各国にあるですね、大道芸人のフェスティバルに出て出演していたんですが、それからダンスミュージックを自分に作るようになったりしながらディジュリドゥを吹き続け、で4年前に宮崎にたどり着いてからは急に歌が歌いたくなりまして、で、そこからずっとオリジナルの曲を作って、ディジュリドゥを吹きながらこの曲を作って、なんと今回、アルバムのレコーディングを5月にしてまいりまして、それがもうすぐ出る予定です。今日は、そのほやほやの、新しいチャレンジのつなぐ未来という曲を皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。手拍子ありがとうございます。嬉しいです。受け継がれたこの国の重なり合う今ここ
音楽を奏でる人のみならず、何かアートとか文化芸術をに携わる人はマジシャンなんじゃないかなと思ってまして、でそのマジック、魔術、魔法を正しく使うのかどうかはその人次第なわけですが、その何が正しいとか何が正しくないかの定義は置いておいて、その自分の正しいと思ったものをアート、文化に乗せて、またそれを隣の人や、向かい側の人と共有して、一緒にその大事なものを次につないでいけば、子どもたちに安全な未来がつながっていくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ、それでは皆さん協力が必要でございます。よろしくお願いします。ラララララッと行きます。最初僕行きますね。えい、ラララララ。どうでしょうか、行けそうでしょうか。行きます。じゃあいきなり行ってみましょう。せーの、ラララ。わお、素晴らしい、ありがとうございます。ラララララララ。もう一回行きますよ。せーの、ラララララ。もう一回お願いします。せーの、おい、ララ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 ラ、ララ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 ラ、最後です。La la 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 la
せーの一緒に最後ララ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 ラ。ありがとうございます。素晴らしいです。本当にこんな貴重な機会と光栄な賞をいただいて感謝してます。広島の皆さんどうもありがとうございました。鳴沢欅でした。鳴沢欅さんでつなぐ未来でした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。